はい、じゃあ皆様ようこそ、このクラスに来てくださいました、教会学の第3課、集まりは集会になるときというところですね。あ、第3ね、集まりは集会になるとき、教会、集まり、いや、集まりは教会になるとき、集まりだからといって教会とは限られてませんね。考えてみてください。どんな集まりでも教会じゃないですね。じゃあクリスチャンの集まりでも教会じゃないかもしれません。教会になるときいつかですかね。これはね、初めて開拓伝道したときすごく僕は考えなければなりませんでしたね。はい、ではお祈りしたいと思います。お祈りします。天国の父様、イエス・キリストの教会です。キリストは頭です。だからとても大事な勉強です。どうか今日もっと深く教えてください。聖書の教会、新約聖書の教える教会、どうぞ深く理解させてください。キリストはその教会のために、死んでくださいましたから、感謝いたします。主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 OK、 じゃあはじめに、クリスチャンの集まりといえば、すべては教会ではありません。家庭礼拝、家庭聖書研究、神学校のチャペルなどありますね。実はクリスチャンの集まりが教会として認められるために、いろいろな資格があります。集まりは教会になることを聖書的に勉強しましょう。集まり、ただの集まりですか、本当の教会ですかという問題ですね。じゃあ、ローマ書、黙示録1章、開いてください。黙示録1章、4節と5節。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる七つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から、解き放ち、まあ、そこまででもいいですね。じゃあ七つの教会ですね。その7つの教会はなぜ教会ですか、ね、教会と呼ばれますけど、なぜですか。まずローマ書の1、集まりは教会になるとき、なるとき、マタイ18章の20節、マタイ28章の20節、これはやっぱり主の、あ、18章の10節、ありがとうございます。いや、今日僕の頭ちょっと変ですか。今日だけじゃないですけど、祈ってください。18章の20節、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。じゃあ2人か3人でもこの全国関係では教会というお話は出ますから、2人か3人でもイエス様の皆によって集まるならば教会になる可能性があるんですよ、ということですね。だから、まあ、最初に言うんですけど、教会は人数じゃないんです。2人か3人でしょ。うちは、横浜で開拓伝道を始めた時に、街道はなく、信者は私と家内だけで、息子はまだ小さくて2歳でしたか、2歳でしたね、はい、もうそろそろ3歳になるところで、3歳ぐらいでしたね、息子はね。で、どうしましょう。開拓伝道します。教会ですか、いつから教会です。教会のという名前をつけてもいいですか。で、考えて考えて、やっとこの箇所はね、非常に祝福でしたね。
じゃあ2人か3人集まればということで、私と家内2人の信者、バプテスムを受けた2人の信者、家族なんですけれど、勝利バプテスト教会、あ、じゃなくて江南大バプテスト教会という名前をつけて、毎週日曜日集まって礼拝を守ってました。息子は3歳4歳ぐらいでしたね。教会でした。2人か3人。じゃあローマ数字の1の A 集まりはどういうふうに教会になりますか。1、キリストの御言葉からすれば2人か3人でも教会になれます。これ18章の20節ですけれど、これは前後関係で、あの教会のお話は出るでしょ。15節から読むと、またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけでのところで責めなさい。もし聞き入れないなら、あなたは教会、聞き入れたたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に2人か他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。じゃあこの前後関係は教会だから、教会の鍛錬ですね、についてでですから、20節も教会でしょう。集まりですからね、集まってます。呼び出された集会ですね。じゃあ2番目、キリストの御名によって集まれば教会になれます。だから例えば、まあ、最近やってないですけど、昔はね、今日うちに皆さん誘って、うちでピザパーティーしましたね。そして手作りピザで自分で、あ、一番簡単なチーズピザを取り寄せして、そしていろんな肉とかね、いろいろ準備して自分のピザを考えて、それから電子レンジで温めるんですね。楽しかったですね。それからゲーム一緒にしましたね。それは教会ではありませんでした。一応イエス様のお名前を褒めたたえようと思って、そしてイエス様を信じてない友達を誘って、未信者も集まってましたけれど、伝道の考えもあったんですけれど、じゃあ皆さんこれはキリストの皆によって集まるんだよと、そんなことなかったんですね。聖書も勉強しませんでした。賛美を歌いませんでした。教会ではありませんでした。会員制度もなかったんです。はい、このパーティーの会員皆様となかったんですね。ですから教会はキリストの皆によって集まれば教会になれます。エクレシア3番、エクレシアの意味からすれば会員制度は必要です。会員制度、エクレシア勉強しましたでしょ。ギリシャ語のエクレシアは都市国家の、議会という意味でした。で、呼び出された集会、タラの集会じゃなくて特別な理由で呼び出されたんですね。はい、皆さんこれからアテナ市はスパルタ市の人たちと交流するかどうか決めますから、とみんな集まって、そして議会やって、そして決めましたね。目的があって集まって、そしてそれは会員制度あったんです。必ずその町の男ではなければ、議会に何にもお話はできなかったんですね。じゃあこの3つあれば教会になれるでしょう。 B、 教会の定義。イエスの皆によって日曜日に集まっている信者たちのことです。これは僕の、定義です。もう一度、イエスの皆によって日曜日に集まっている信者たちのことです。これは教会です。なぜ日曜日ですか。日曜日は、キリストが選びになりました。キリストが復活された日曜日、主の日の集まりです。主の日と呼ばれるようになりました。いくつかの箇所を早く開けたいですけど、マルコ16章、マルコ16章、三福音書、長官福音書で全部で同じような内容ですけれど、マルコの方の16章9節から
14節まで読みます。さて週の初めの日ですね、初めの日です、週の初めの日、日曜日の朝早くによみがえったイエスは、まずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女が女から7つの悪霊を追い出されたのであった。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いても、それを信じようとしなかった。その後彼らのうちの2人がいなかったの方へ歩いていた通り、いた折にイエスは別の姿でご自分を表された。14節までですね。そこでこの2人も残りの人たちのところに行ってこれを知らせたが、彼らは2人の話も信じなかった。しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と固くなな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。じゃあ弟子たちは食卓に座っている、イエス様は現れて、ね、これは最初の日曜日の礼拝と言えるかもしれませんね。日曜日に集まりました。次はヨハネの20章、ヨハネ20章19節。その日、すなわち週の初めの日、また出ましたね、の夕方のことであった。弟子たちがいたところでユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。弟子たちは集まりました。これ1週間後ですね。イエス様は月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日現れたと書いていないです。日曜日、日中の初めの日、日曜日、イエス様は集まりましたね。弟子たちと一緒に集まりました。人の働き、じゃあしかしそれは、いやまだ教会になっていないという人いるかもしれません。じゃあ人の働き20章、じゃあ弟子たちはその後教会はいつありましたか、何日集まりましたか。20章の7節、人の働き20章の7節、主の初めの日に、あ、また日曜日出ましたね。主の初めの日に私たちはパンを裂くために集まった。このパンを裂くというのは、これは主の晩餐ですね。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々はと語り合い、夜中まで語り続けた。日曜日集まりました。そしてこれは、主の日と呼ばれるようになりました。第一コリント16章2節、第一コリント16章の2節。私が そちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも主の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。主の初めの日に、なぜですか、集まる日でした。で、今は読まないんですけれど、黙示録では、ヨハネは主の日にと、書いてありますね。黙示録一章、ヨハネは主の日、その主の日というのは日曜日でした。なぜ主の日ですか、よみがえりですね。じゃあ日曜日に集まるんですね、教会はね。じゃあ C 見てください。そして2つの礼典、バプテスマと主の晩餐を行うべきです。主の教会だったらこの2つの礼典を行うんです。毎週じゃないです、毎週かもじゃないかもしれない、でも行うんですね。教会に命じられたんですね。1、最初の教会には羊はいませんでした。ごめんなさい、ちょっと待ってください。あ、はい、D の方この2つの例点、 D の方、牧師や羊がいなくても教会として認められます。
1、最初の教会には羊はいませんでした。エルセの集まりは教会と呼ばれてましたが、羊はいませんでした。まだ人の働き、6章まではいませんでした。日本の小さい教会はね、日本中に小さい教会があって、まだ羊がいないんです。なぜですか？それはまだいらないということじゃないですか？小さい教会だったらまだ羊はいらないわけですね。で、適当な人、ふさわしい人いないかもしれませんね。この間、新しい宣教師は日本に来て、そして一つの教会で、奉仕を、されてますね。そして言いました。この教会はね、20人ぐらい集まってますね。あ、この教会は最初から今まで20年間、羊はいなかったんですね、と言いましたね。そうですね、まだいらないんですね。でも教会です。まあ、いつか羊いればいいですけれど、なくても教会です。2、日本の多くの小さい教会は羊がいないのに、教会と呼べます。3、牧師がいない集まりとしても、教会です。まあ、牧師いた方がいいんですけれど、牧師いないというのは、例えば牧師は辞めたばかり。うちはね、今、アメリカの48の教会から支援をいただいてます。その中で、デンヴィル市の第一バプテスト教会は今、無牧と言いますね。牧師はいないですね。それから、ジュニエタバプテスト教会、ミシガン州。まだ僕もう1年以上ですね。無牧ですね。それから、コーラーバプテスト、ハワイのコーラーバプテスト教会は、今、牧師はいなくて、副牧師は牧会してますね。あとはもう一つあると思いますけれど、かなりありますね。牧師は辞めたばかりとか、牧師は罪を犯して辞めなければならないとか、牧師は病気で今、牧会できないとか、いろんな理由で牧師はいない教会はありますね。それは牧師いないからもう教会じゃないというわけじゃないです。まあ牧師いた方がいいんですけれど、信者は、羊ですからね。羊飼いはいない羊は困りますね。いた方がいいですけれど、いなくても教会です。じゃあ、ローマ数字の2。開拓伝道の2つのパターン。開拓伝道で教会は、独立するまで2つのパターン、聖書の中に2つのパターンがありますね。2つの、やり方、2つの、開拓伝道の仕方、方法あるんですね。まずエルサレム教会のパターンを考えましょう。使徒の働き8章。人の働き8章4節から8節まで。他方散らされた人たちは御言葉を述べ伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆そろって、彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちがからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中部の者や足の利かない者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。じゃあ、たくさん救われました。ピリポはサマリアに行って伝道、大衆伝道をやってたくさん救われました。素晴らしい集会でしたけれど、まだ教会じゃないですね。じゃあ、教会として認められるためにどうなりましたか？14節見てください。14節から17節まで。さて、エルサレムにいる人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペトロとヨハネを彼らのところに遣わした。二人は下っていって、人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを授けていたのだけで、
聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。まあ、これはこの前に勉強したペトロは王国の鍵を持ってました。これはペトロはこの鍵でこの新しい教会を、に まずサマリア人だったから、ちょっとユダヤ教のみんなにちょっと意外な結果でしたね。ピリポ、なんでサマリア人たちに伝道しましたか？僕たちユダヤ人とサマリア人嫌いでしょと。嫌いですね、でも伝道してたくさん救われました。どうしましょう。新しいグループ、英語でね、People Group という言葉あります。宣教学では People Group、 民のグループ、つまりこのサマリア人は国になってもならなくても一つの文化、一つの、人種ですね。 People Group ですね。その新しい People Group に、バプテスマを授けました。それからペトロは王国の鍵持ってましたから、御国の鍵で聖霊受けるように頭の上に手を置いてお祈りしました。そしてこの新しいピープルグループはこれから教会になりましたね。まあ教会になったという見事はないですけれど、このパターンを教えたいですからね。これはまずね、ローマ数字の2の A の1、伝道者はエルサレム教会に頼みましたですね。2、エルサレム教会の人、宣教師、牧師たちは新しい教会を助けました。3、このパターンで開拓の教会を伝道書やミッションと呼ぶ宣教師はいます。開拓伝道して、これは母教会と、娘の教会という形ですね。母教会と娘の教会、そういうふうに、たくさん、まあ、例、私はたくさん例してますね。母教会はちゃんと独立ができるまでいろいろ助けてくれるんですね。この場合エルサレム教会は大きいんですね。そしてサマリの教会みんな救われたんだけど何にも知らないんです。何にも全然知らないんですね。イエス様を信じて、それから、ピリポはね、エチオピアのカンカンだったら自分でバプテスマを授けでしょ。人の働き発祥、ピリポはバプテスマを授けた。でもそのカンカンはエチオピアに帰るから、もう教会に属することできないんですよ。この場合同じ人、ピリポは自分でバプテスマを授けませんでした。エルサレムの教会に頼んで、そしてここに新しい教会作りたいから、ペトロたちは下ってきてバプテスマを授けました。それから頭の上に手を置いて聖霊を受けるように祈りました。母教会エルサレム、ピリポの母教会、ペトロたちの母教会、それから娘の教会エルサレム、サマリア人の教会ですね。この後は聖書の中に全然わからないです。このサマリアの教会どうなったかわからないんですけど、とにかくこの母教会と娘の教会の形ですね。じゃあもう一つの形ありますね。まずこの、ルスナム教会のパターンですけれど、僕の、卒業した大学、テネシーテンプル大学は、ハイランドパークバプテスト教会という教会の奉仕でした。もう大きくなりました。6000人ぐらいまで大きくなりました大学ですけれど、その教会の、中の一つの奉仕だったんです。でその教会は大きい教会でした。1万人ぐらいの会員でした。その当時はアメリカの2番目の大きさの教会でした。そのリー・ロブソン博士は教会の牧師と大学の創立者、本当に素晴らしい牧師でした。本当に今までも尊敬してます。で、ロブソン博士は、その周りの町の主にがあって、娘教会たくさん作るように、大学の中で一つの制度を作りました。その牧師、若い人はいけないんですから、
ちょっと年を取った28歳、30歳ぐらい以上でしたけれど、そういう、生徒なら、その母教会の牧師になる、僕あの娘教会の牧師になることは許されてました。で、あのそういうふうに、あの生徒たちは、牧師になる生徒たちは訓練を受けました。母教会の守っている小さい教会で開拓、伝道して、あのそして牧会の経験を集めましたね。そういう教会で僕は何回か、クリスチャン武術伝道をやりました。教会に行って周りの子供たちが集まって、そしてその教会、小さい教会ですよ、その小さい教会であの伝道集会をしましたね。一つの教会で覚えてますけれど、あの武術のあの、棒術の、演武、したかったんですね。棒を取ってね、長いもう、1メートル半ぐらいの棒を取って、そしてその肩を見せましたけれど、その小さい街道は屋根、あのボクシングが立つところの屋根は本当に低いですから、ぶつからないように気をつけなければならなかったんですね。その地方にそういう小さい教会、たくさん娘教会あったんですね。で、あの大学卒業してセミナリーに入った私は、じゃあそういう教会を牧会しようと思って申し込みましたが、いや君結婚していないからダメだと言われたんですね。素晴らしい制度だったと思いますね。じゃあもう一つの形、アンティオキアの教会のパターンですね。使徒の働き13章の1節から4節まで、これはもう一つちょっと違う形ですね。13章1節から4節まで。さてアンティオキアにはそこにある教会に失礼さてアンティオキアにはそこにある教会がバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの地兄弟マナエン、サオロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサオロを私のために聖別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされて、セルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。このキプロスはバルナバの、ふるさとでした。じゃあ、ここに興味深い、ところですね。あのまず、アンティオキア教会の、パターンですね。アンティオキアの教会のは宣教師を使わして新しい教会を支援しました。支援しましたに、新しい教会は最初から独立していました。宣教師自身は、牧師任命まで伝道し、教会の新しい指導者を訓練しました。じゃあ、あのこの箇所にノートに書かなかったんですけれど、この3節もう一度見てください。そこで彼らは、断食と祈りをして2人の上に手を置いてから送り出した。新約聖書にギリシャ語にはあの送り出すという、まあ、使わすか送り出すという言葉は2つあります。あのアポステロというのは1つです。それは、あの任命があって送り出すで使わすという意味ですね。派遣するという意味ですね。そしてもう1つはペンポ、ただ送るという意味ですね。ペンポというギリシャ語ですね。ここは違います。アポステロでもペンポでもありません。ここの方は、あの用法は、例えばね、離婚するときに使う言葉です。とするとこの教会は、
この2人を離婚しましたみたいな関係を切ったんですよ。とするとバルナバとサウロはこのアンテオキ教会の権威の下ではもうないんです。宣教師として出て行って、宣教師自身の権威、イエスキリスト様からいただいて聖霊から使わされたんですよ。教会はその権威を、権威の関係を切って、そして聖霊ご自身が使わされたんです。これはとても大事なポイントだと思いますね。我々宣教師は、宣教地に行って、場合によって母教会からもうとても遠いですね。例えば、うちの母教会はアメリカのテネシー州の、マーフリーズブロー市ですね。でその母教会はフランクリン・ロード・バプテスト教会ですね。ここから行けば、まずデトロイト市かアトランタ市に行って、飛行機で行って、まずここから行っては東京成田空港まで、多分羽田空港に行って1時間半のバスに乗って成田空港に行って、そして待って、そして飛行機に乗って12時間かかってアトランタ市に行って、もしくはデトロイト市に行って、そしてそこから、車運転しなければならないんですね。まあバスの場合もありますね。全部でその旅行は20時間ぐらいかかります。そうすると、その教会はアメリカの母教会はどういうふうに日本にあるこの新しい教会を抑えること、収めることできますか？できないんです。母教会、母教会と娘の教会だという形を考えれば離れすぎているんですね。昔の宣教師たちはもっともっと難しかったんですね。横浜バプテスト教会ね、1870年頃開拓されました。ネイサン・ブラウンと、もう一人のバプテスト宣教師、ゴボ、ジャナテン・ゴボ、ジャナテン・ゴボ宣教師、ネイサン・ブラウン宣教師、2人のバプテスト宣教師は、横浜バプテスト教会を開拓しました。そのジャナテン・ゴボは単立バプテストでしたよ。どこも関係なくて、宣教団体もなかったんですね。で2人は協力してバプテスト教会を開拓しました。その時母教会に行くまではまず船に乗って横浜で船に乗って太平洋を渡って、ジャナテン・ゴボの場合は母教会は東海岸でしたから西海岸に来るんですよ、船はね。それは2、3ヶ月かかったでしょう。3ヶ月ぐらいかかって船に乗って、それからカリフォルニアから飛行機ないから、汽車ポポに乗って、そしてアメリカを横断しなければならないんですね。ずっと西海岸に行って、それはさらに3ヶ月ぐらいかかって、6ヶ月ぐらいかかるでしょう。母教会と娘教会の形はできないわけですね。離れてます。もうアメリカの母教会は権利を取れないんです。ですから宣教地に行って開拓伝道して、そういうふうにアンテオケ教会は手を離しました。どうぞ頑張って伝道して教会を開拓してきなさい。そして今のノートにないですけれど、第一宣教旅行の後バルナバとサウロは同じ教会に帰りました。アンテオケの教会に帰りましたけれど、その間は何いくつかの教会を開拓して、もう教会はあちこちできてます。パルノとバルナバの伝道は素晴らしかったから、いろんなところで伝道して教会を作って、そして帰りました。これはアンテオケの形ですね、パターンですね。まあ、近い地方だ、近いところだったら、
エルサレムの母教会と娘の教会の形はできます。私たち単立バプテストの一人の仲間は、北海道で一人の牧師は、献身して、そして母教会でいろいろ訓練して、で私もそれに参加させていただきました。牧師に呼ばれて、そして献身者たちに、御言葉を教えて、その時はカウンセリングを教えましたね。そしてその、献身者は教会を出て行って、近いところで新しい教会を始めました。そしてずっと母教会は支援してくれました。10年経って母教会は支援してくれました。やっとのことで10年経って独立しました。これをアンテオキの、形ではなくエルサレムのパターンで、エルサレムの形で開拓伝道しましたね。素晴らしいと思います。両方とも素晴らしいですね。母愛によって違います。その状態は何ですか？近いですか？遠いですか？人が救われて頼んで、母教会に頼んでいるか頼んでいないかと、どっちかと、いろんなもう事情があって、決めるんですね。で、聖霊様は決めてくださいますね。聖霊はバルナバとサウロを使わしました。まあそういう例はたくさん私は知ってますけれど、日本にも両方の形あるでしょう。例えば北見市の、北見教会は、やっぱり上田先生は開拓して、最初から、自分で頑張って、聖霊と2人で頑張ってましたね。たくさん両方の、の令和はたくさんできますね。では、次のページのね、開拓伝道の母愛。開拓伝道の母愛、最初から教会と呼んだ方がいいでしょう。なぜですか？1、そうしないと会員制度は難しくなる場合はあります。うちの一つの例は、では横浜で、江南大バプテスト教会を開拓してましたね。そして僕は横浜に引っ越しして、本当に、無知でした。本当に何にも知らずに教会を始めました。自分も気がつきませんでした。アメリカで大学に行って、それから卒業して、まあその前もうちの教会で、父の牧会する教会でいろんな奉仕しました。まず教会のお掃除しました。それから特別賛美16歳で初めてしました。ギターを弾いて、I've got a mansion just over the hilltop と歌いましたね。天国にマンションがあると、ね、それから日曜学校を始める、もう初めて教えるようになりました。いろんな奉仕できましたね。それから大学に行って子供の、アワナという、子供の伝道を、始めたんですね。頑張ってましたね。そして、引っ越しして転校してテネシーテンプル大学で伝道、いろんな伝道を始めましたね。それから卒業して、もういろんな、その途中でいろんな、まあ個別伝道とかバス伝道とかたくさん伝道しました。武術伝道もしました。10ぐらいの違う州に行って、長い旅行でオクラホマ州にまで行って、ノースカロライナ、サウスカロライナ、バージニア州に行って、いろんなところに行って伝道集会をしましたね。たくさん経験あったと僕は思いましたが、宣教師として召されて、そして宣教団体に入って、そしてこれからデピューテーションで3年半頑張って教会、いろんな教会は支援してくださいましたから、日本に来ることができます。でもその時に日本語学校で頭はいっぱいでしたね。でその時、新所沢教会のという娘教会、所沢聖書バプテスト教会の娘教会の牧会をさせていただきましたね。それから横浜に引っ越しして、これから教会を開拓しましょうというところで、
開拓伝道はどういうことですかと初めて考えるようになりました。その時まであまりにも忙しくて、開拓伝道は何ですかと考えたことなかったんですね。はい、本教会の開拓本一冊ぐらいを読んだんですけれど、実際に開拓伝道しなければならない時に僕は全然方法分かりませんでした。まあとにかく伝道を始めました。松本さんという奥さんはイエス様を信じました。家内と私と二人と息子、それからあのめぐみちゃんというあの松本さんの娘ですね。かわいいめぐみちゃんね。お祈りの後いつもこういうアーメンとこういう言い方いつもしましたね。5人で礼拝を守ってました。その時会員とは何ですかと全然考えてませんでした。少しも考え、会員バプテスマを受けたら会員になると、この松本さんは主人はイエス様を信じる時、その時2人でバプテスマを受けたいと思ってました。ああ、じゃあいいですね。で、あと他の人も救われてバプテスマを受けたりして、そして出席、人々は出席するようになりました。他の教会から人は来ましたね。そうしたら皆さん、これからバプあのこの、江南大バプテスト教会は、会員名簿を作りますのでよろしくお願いいたします。別の教会から来たあの愛さんは、いやうちは母教会があって、来年は引っ越ししますからどうせあの許してくださいと。そうしたらずっと来ていたあのピアノも弾いてくださっていた W さんもね、いやうちはちょっと遠慮させてください、あの別の教会のからですからと言って、そうすると会員は私と家内と息子ですね。びっくりして、えなんでと思いましたね。ですから北海道に引っ越しして、開拓伝道しようとしたら、最初から会員を決めました。私と家内と息子3人、最初から会員はいましたね。それからだんだん人はバプテスマを受けると会員になりました。仲間ボールマン先生は、同じ選挙団体のボールマン先生は一緒に来て一緒に伝道しました。時皆さんを会員として認めました。最初から、教会と呼んだ方がいいです。最初から会員制度あった方がいいですね。母教会の娘教会としてもそうですね。ある教会、開拓伝道の場合はあの独立する、何か独立、独立式独立礼拝とか決めて、そして時にその時から会員名簿を作ってみんな会員の名前を呼んで、これでも別に悪くないですけれど、特にその母教会と娘教会の場合はこれはいいと思いますけれど、でも最初から教会と呼んで、会員、制度あった方がいいと思いますね。の、C の2ですね。最初から教会と呼ばなければ他の教会から来る信者は混乱するかもしれません。え、これ教会じゃないですか。いや、まだこれ伝道書と呼んでおりますので、ちょっとね、混乱させるかもしれませんね。で、3、特に母教会が遠い場合、伝道書のパターンの会員制度は難しくなります。お教会は遠ければ難しくなりますね。あの僕の知ってる一つのパターンで、パターンというか一つの、困った宣教師はね、あのアメリカの母教会から11献金をアメリカの母教会に送りなさいと呼ばれましたと言われましたね。それはうちの選挙団体の一人でしたね。宣教師は母教会に11献金を送りなさい。しかし始めようとしている開拓伝道の教会もお金がないといけないでしょ。献金しないと、教会の皆さんは、ああ牧師はここに11献金していないから11献金しなくてもいいなと思ってしまいますから、この、あの宣教師は私にアドバイスを聞きました。そして、いやそれは聖書的じゃないと思いますということで、
母教会を変えました。非常に宣教師は困ってました。どうしましょう、もう友達たくさんいるこの母教会ですから。でも母教会を変えましたね。やっぱりこの点でやっぱり聖書の教えの通りにしないと困りますね。じゃあ最後に、ただの家庭集会、家庭聖書研究や他のバイブルスタディは聖書的な地区教会になりません。キリストが認める地区教会になるため、キリストが教会に与えられた命令に従うべきです。ですから戻ってください、最初の定義のところに戻ってください。定義、ローマ数字の1の B ですね。教会の定義、イエスの御名によって日曜日に集まっている信者たちのことです。キリストが復活された日曜日、主の日の集まりです。これは教会ですね。そして一番最後のところ、キリストが教会に与えられた命令に従うことです。その命令とはバプテズモと主の晩餐でしょ。それから大命令、教会は大命令に従うべきですね。これなら教会と呼ばれますね。いろんな集会は教会じゃないですね。教会はイエス様の皆によって集まるんですね。ただの教会のパーティーじゃないですね。ただの普通の集まりじゃないですね。この点でね、やっぱり無教会は間違っていると思いますね。無教会は別に集まもう教会と呼んでも呼ばなくても、集まって聖書を勉強しましょうということは正しいと思ってましたが、今日勉強したように1対1と第2の勉強で、第1課と第2課の勉強で、教会はそれだけじゃないんですと分かっていただいたと思いますね。新約聖書は教会という言葉は、ギリシャ語のエクレシエというのは僕の記憶で126回あるんですよ。126回ですから、神様は教会をすごく大事にしています。エペソ5章で終わりたいと思いますが、エペソ5章の25節と26節、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。教会はイエス・キリスト様のアイデアです。教会はイエス・キリスト様のご計画です。教会はイエス・キリスト様の、妻です。ですから非常に大事です。お祈りをさせていただきます。天国の愛するお父様、私を牧師として宣教師として召してくださいましたことを感謝いたします。あなたは、教会を、導きなさい、作りなさい、伝道しなさいと導いて、この、旭川に連れ、導いてくださいましたことを感謝いたします。教会はどんなに、大事か、特別か、素晴らしいか、聖書から学びました。感謝いたします。主よ、すぐ来て、あなたの教会を、目取って、妻として目取って、天国で、に、連れて行ってください。主イエス・キリスト様の名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。